どうも、南光一です。今日はですね、11月3日で文化の日、祝日ということですね。少し時間の余裕ができましたので、そこにね、校長が見えてますけども、我が千原台高校のですね、今進めてもらっている、進めていっているですね、熊本市の市立高校改革、高校改革のですね、基本的な考え方について少しご説明をさせてもらいたいと思います。まずですね、そのキーワードとなるのがこれです。探究的な学び。これがですね、この言葉が、千原台高校が令和5年度からスタートを目指す高校改革の重要なキーワードになります。探究的な学び、これをですね、これから千原台高校ではしっかりやっていきたいというふうに考えています。じゃあなぜ新しい学校にですね、この探究的な学びが必要なのか。それはですね、今の時代の背景です。今がどんな時代かということに関係をしています。皆さんはですね、ブーカ時代という言葉を聞いたことあるでしょうか。ブーカ時代。これはですね、ブイが、ボラティリティですね。これは変動性という意味ですね。それから U が、アンサーテンティですね、不確実性。 C がコンプレクシティ、複雑性。 A がアンビキュティすみませんね、という言葉。これは曖昧性という意味だそうですけども、それの頭文字を取った言葉ですね。これ日本語に直すとどういうことかというと、いわゆる予測困難な時代ということですね。これ今一番分かりやすいのはコロナ対策ですね。これ正解がないですよね。例えば人流を止めましょうと、対策のために。そしたらね、経済的には非常に苦労する人たちが出てきます。でも命は大切。何をやったらが正解なのか、これが非常に難しいですね。そういうふうに、予測困難な時代なんですね。正解をがあるというわけではない。正解を自分たちで見つけていかなきゃいけない。ということで、我々が子どもたちに求めていく学びのパラダイムシフト。学び方もね、変わっていくと、パラダイムシフトしていくということになるわけですね。じゃあどういうふうに変わっていくのか。それが、これはですね、私がよく使う言葉ですけども、ジグソーパズル思考からレゴ型思考に変わらなければならないということですね。で、この言葉はですね、教育改革実践家であり、公立中学校やですね、公立の高校の校長も経験された藤原和弘さんがいろんな本の中で書いている言葉なんですけども、まずジグソーパズル思考っていうのは何かというと、これはいわゆるジグソーパズルっていうのは、最初完成形の絵がありますね。それがバラバラになっていて、それをこうはめ込んでいくわけですね。つまり答えがあって、その答えにいかに早く正確に到達するかという考え方。それに代わってレゴ型思考というのは、レゴって分かりますか、おもちゃですね。おもちゃ、こうブロック、こう組み合わせていきますね。ブロックをこう組み合わせて作っていくときに、最終的に何を作るかは本人に任せてあるんですね。つまり作る人が何を作りたいか、そういうイメージを持って作っていくわけですね。こういう思考、学習方法、これが必要になってくるということですね。今までの学校の中でいくと、ジグソーパズル型思考を主に鍛えてきたのは、国語、数学、理科、社会、英語、そういったですね、いわゆる教科学習ですね。レゴ型思考でを今鍛えようとしているのが、探究的な学びなどを行う小中学校では総合的な学習の時間と言います。高校では総合的な探究の時間と言います。あるいは本校のような商業科があるような学校では課題研究という時間も含まれますね。で、こういったものが今までの学校は9:1ぐらいの比率だったのを、藤原さん曰く7:3ぐらいまで変えていかないと、
これからの社会を生きていく学生生徒たちを育てることは難しいというふうに言われていますね。こういったことを背景として本校では千葉大高校ではね、令和5年からの教育課程といって時間割ですけども、今総合的な探究時間、探究の時間が各学年1時間ですけど、それを2時間に増やして、つまり2単位ですね。で3年間で6単位、総合的な学びをする総合的な探究の時間を充実させていきたいというふうに考えています。ぜひですね、そういった新しく生まれ変わる千葉大高校にですね、多くの中学生に入学していただいて、学んでもらえれば嬉しいなと思います。これからもね、こういった形で時々学校の考え方なども発信していきます。ぜひ見てください。ではまたこのチャンネルでお会いしましょう。またね。